本日はオートパイプ、オートスペクトル解析ウェビナーにご参加いただき、誠にありがとうございます。このウェビナーは株式会社ライズ構造設計様と共催でお送りいたします。まずはじめに私、長尾の方から簡単にオートパイプの紹介をさせていただき、本題のオートスペクトル解析について、ライズ構造設計統括マネージャーの黒崎様からご紹介させていただきます。それでは本日はどうぞよろしくお願いいたします。オートパイプはベントレーシステムズ社が提唱するオープンモデリング環境の一つに位置づけられています。この開かれたモデリング環境の意味するところは、一つのツールに縛られず、周りのツールと相互に情報のやり取りをしてモデルを構築していくことを意味します。オートパイプの開発販売は1986年から開始されており、誕生から35年ほど経過しております。配管設計をサポートする様々な機能を有しており、応力解析はもちろんのこと、様々な部品ライブラリーや材料ライブラリーなども有しており、アスメなどの設計基準に準拠しております。また、開発は海外で行われておりますが、日本語 GUI も完備されており、設計者にとって非常に使いやすいツールとなっております。オープンモデリング環境で実現できることを図解するとこのようになります。様々なツール同士がお互いにデータを渡せる状態であり、そのデータを統括するツールが最上位に位置しているイメージになります。このプロジェクトワイズという管理ツールで全体を管理しつつ、プラントの 3D モデルをオープンプラントで作成していきます。プラントの 3D モデルから配管モデルを抽出し、オートパイプで応力解析。また、加工のモデルを抽出し、スタッドプロで加工の構造解析を行っていく。この解析を別々で行うこともできますし、加工と配管をつなげた状態で連成解析を行っていく、といったことも可能になっております。また、これらの応力解析の結果を次のワークフローに引き渡していくということも可能になっております。オートパイプは3つのライセンス形態を持っており、スタンダード、アドバンスド、ニュークリアに分かれております。オートパイプアドバンスド、ニュークリアにはノズルの局所解析を行うオートパイプノズルと、アイソ図の作成、描画を行うオープンプラントアイソメトリックマネージャーが無償で含まれております。日本でのオートパイプは1987年より販売代理店である伊藤忠テクノソリューションズ様からビジネスを展開していただいております。当時はレビス社がオートパイプの開発を行っておりましたが、ベントレーがレビスを買収した後も変わらず、日本では CTC 様の方で継続してビジネスをサポートさせていただいております。オートパイプの特徴的な機能として、有限要素法による応力解析を行うことが可能になっております。解析手法は正解析、同解析。それぞれの解析について線形、非線形を選択することが可能になっております。また、25種以上の配管コードも備えており、最近では配管サポートの最適化、遺伝的アルゴリズムを用いた最適化機能も有しております。本日のウェビナーの内容としては、オートスペクトル解析の特徴について紹介させていただきます。また、その特徴から固有値解析についても言及されております。オートスペクトル解析にもいくつか解析手法があり、その手法の違いによる結果の比較について、株式会社ライズ構造設計の統括マネージャーである黒崎哲郎様よりご紹介させていただきます。それでは黒崎様、よろしくお願いいたします。皆さん、こんにちは。ライズ構造設計の黒崎です。
本日は配管設計の現場から RISE が伝える応答スペクトル解析のエッセンスと題しまして、応答パイプを用いた応答スペクトル解析の基本についてご説明してまいります。30分程度の短い時間を予定しておりますが、どうぞよろしくお願いいたします。今回はこのような X 方向に長い簡単なモデルを使って説明してまいります。こちらが座標軸で、 Y が鉛直方向になります。口径が 500A、 間圧が 9.5 ミリの鋼管で満水状態を想定します。中央付近に重量1トンのバルブがあり、縦振りと横振りが1箇所ずつあり、ガイドサポート2箇所で指示されています。なお両端はアンカー点となります。なお以降のスライドでご紹介するオートパイプのスクリーンショットはすべて英語版となっておりますので、普段日本語版をお使いの方々には少々分かりづらいと思います。この点につきましてはあらかじめご容赦いただきたくお願いいたします。応答スペクトル解析などの動的解析を実行する場合、まずはじめに追い打ち解析を実行する必要があります。オートパイプでは打ち切り振動数のデフォルト値が 33Hz となっておりますが、これは設計者の方で随時変更する必要がございます。今回の例では打ち切り振動数を 33Hz から 100Hz に変更した場合、結果がどのように変わるかご説明します。 33Hz の場合5時モードまででしたが、 100Hz の場合10時モードまで計算されました。この表の値は有効出力比を表しております。解析結果の表を拡大したものがこちらになります。 33Hz の場合でもY 方向につきましては3次モードで有効出力比が約 59% となり、支配的と考えられるモードを含んでおりますが、 X 方向についてはこちらにありますように6次モードで有効出力比が約 56% となります。打ち切り振動数が 33Hz の場合5時までしか計算されていないため、支配的なモードを抽出できていないことになります。このように打ち切り振動数についてはその値を変えて何度かトライアンドエラーを繰り返し、支配的なモードが抽出できているか見極めることが大切です。次に打ち切り振動数が 100Hz の場合の有効出力比についてもう少し詳しく見てまいりましょう。画面上の出力は固有振動数のアウトプットを出力したもので、左側に固有振動数、右側に有効出力比、下側には有効出力比の合計と K の全出力が表示されています。有効出力比の合計に着目しますと 100% に対してその値が小さいことが見て取れます。 XYZ 各方向の平均が約 64% となっています。その理由を明らかにするために、先ほどから何度も出てきている有効出力比とは何なのかについて次のスライド以降でご説明します。もしかすると皆さんは刺激係数という言葉の方に馴染みがあるかもしれません。刺激係数とは各方向からの地震力に対する触れやすさを表す量です。刺激係数が大きな振動モード K の大きな振動に寄与しているということができます。一方、有効出力とは各方向からの地震力により冷気された当該地震モードに影響した質量成分です。先ほどご説明した通り、抽出モード数の妥当性確認に利用できます。刺激係数と有効出力の算出式を記載しておりますが、ここで注目していただきたいのは、有効出力は刺激係数の算出式における分子を自乗したものになっている
ということです。つまり両者は動詞の性質を持っており、自乗している分有効質量の方がより明確に各モードにおける振動への寄与度を判断することができます。ここで M は全体の質量マトリックス、 ΦS は S 字モードの固有ベクトル、1は全て1が入ったベクトルを各々表しております。そしてその有効質量を K の全質量で割ったものが有効質量比ですので、その合計値が 100% に近ければ主要な振動モードがおおむね網羅されている、すなわち設定したモード数が妥当であるということができます。次に先ほどの固有値解析結果において有効質量比が小さかった理由について見てまいりましょう。その理由は高速点が負担する質量は有効質量として抽出されないということです。2つのモデルを用いて説明します。左側が元々のモデルで必要最低限の濃度数となっています。一方右側は同じモデルがベースですが、赤丸で示した箇所に濃度を追加しております。赤い部分が有効質量の抽出範囲を示しております。その範囲が増加したことが分かります。これは濃度を増やしたことで相対的に高速点が負担する質量範囲が減少したことを意味します。なおこのことは配管と画台で大きく異なる部分です。画台の場合は高速点は集客部のみであることが大半ですので、濃度を追加することなく大部分の有効質量を抽出することができるわけです。余談ではありますが、オートパイプとスタッドプロを連携させることで配管と画台の同解析を同時に行うことも可能ですので、将来機会がありましたらそこで詳しく説明させていただきたいと思います。こちらのスライドは先ほどの2つのモデルについて固有値解析結果を比較したものです。まず濃度数が変わることで K の質量バランスが変わりますので、モード時数も変化します。ここではもともと10時だったモード数が濃度追加後は15時まで増えています。そして有効質量比は 80% 程度まで増加しており、より精緻な解析が行われたことが分かります。なお高速点が存在する以上、いくら濃度を追加して細かく分割しても高速点が負担する質量は残りますので、有効質量比が 100% に達することはありませんが、オートパイプは残りの質量を自動で保管してくれます。その残りの質量を喪失質量と呼んでいますが、このことについては追って詳しくご説明します。さて少し固有値解析の説明が長くなりましたが、ここからがオートスペクトル解析の説明になります。まずオートスペクトルについて概念図を用いて説明したいと思います。この図のように各種の構造物をさまざまな固有周期を持つ一質点一自由度計と考えます。構造物には配管以外にも機器、画台、建物などあらゆるものが含まれます。これらの構造物にある地震波が入力されたとき、各々の最大応答値、ここでは A1、A2、A3 です。これらを各構造物の固有周期ごとにプロットしたもの、これが応答スペクトルです。なお応答値が加速度の場合を特に加速度応答と呼んでいます。続いてオートパイプにおける入力画面を見てまいりましょう。ここでは客先などから応答スペクトルのデータを氏名やPDF などで入手した場合を想定します。RS1 などのファイル名、保管方法、ここでは線形保管です。減衰乗数、ここでは 2% です。また、横軸を周期とするか、
振動数とするかなどを入力し、応答スペクトルの周期、振動数であればその逆数になります。および応答値を入力します。周期と応答値です。この例では応答値をグラビティとして入力しておりますが、グラビティとは加速度を重力加速度で割った値です。設計水平振動に相当するといえば分かりやすいかと思います。提供されたデータに G などと記載されている場合、通常はグラビティのことを指しています。入力が完了して OK を押しますと、インプットデータと同じフォルダ内、応答スペクトルのファイルが作成されます。拡張子が SPC のファイルです。このファイルはメモ帳などで開くことができ、そのまま編集も可能です。また、一度作成した SPC ファイルは使い回すことができ、他のインプットデータのフォルダ欄にコピーして用いることも可能です。続きまして、解析設定に移ります。まず、同解析ダイアログにおいて、応答スペクトルのタブを選びます。ここで MSRS というのは、マルティプルサポートレスポンススペクトラムの略ですが、モデルの範囲を分けて複数の応答スペクトルを入力する際に用いますので、今回のように応答スペクトルが1種類の場合はチェック不要です。スペクトルにおける定義をクリックしまして、先ほど作成した応答スペクトル RS1、こちらを選択し、適用したい方向に1を入力します。ここでは便宜上 RS1 を XYZ 全方向に適用しますが、実務上は水平方向と鉛直方向で応答スペクトルが異なったり、水平方向のみに適用することもあります。先ほど、小一解析結果の説明で、オートパイプが送出質量を自動で保管してくれるとお伝えしましたが、有効質量として抽出されなかった質量の保管は、ミッシングマス、または ZPA にて行います。こちらになります。ミッシングマスとは、小一解析で設定したノードの最大実数、ここでは10時における加速度値を読み取り、有効質量として計上されなかった質量、喪失質量に当該加速度をかけて得られた結果を加重とし、静的解析を行って応答を求めます。これを11時の応答として、SRSS、2乗は平方根ですね、などにより、11時までの各応答値を重ね合わせます。一方、ZPA、こちらはゼロピリオドアクセラレーションの略ですが、モードの最大時数、ここでは10時の加速度の値を読み取り、総質量にこの加速度をかけて得られた結果を加重とし、静的解析を行って応答を求めます。その静的な解析で得られた結果と、10時までの応答を SRSS などで重ね合わせた結果を比較して大きい方を採用します。少し分かりづらいかと思います。まあ、どちらも動的ではなく静的な保管になりますが、ミッシングマスの方が比較的精緻な解が得られ、ZPA の方はやや過剰に安全側の解になる傾向があります。また、ZPA は比較的強な配管に対して使用され、主に原子力設備などで ZPA が用いられているようです。静的な保管が必要か否か、またどちらを採用するかは、最終的には設計規格や設計者の判断によります。なお、こちらにプリントモーダルリザルツという項目がありますが、ここにチェックがついていれば、各モードにおける応答値が MOD というファイル形式で算出されます。このことについては、次の解析結果の項の最後でご説明したいと思います。応答スペクトル解析の解析結果についてご説明します。まず、モデルの形状と有効質量抽出範囲を思い出していただきたいと思います。モデルは始点から終点に向かって X 方向に長く、立ち上がってから
直行方向に曲がる形状です。ここで注目したいポイントが2つあります。1つ目は、支点のアンカー付近には全くノードがないという。2つ目は、ガイド付近にはバルブやエルボがあって、もともとノードがそれなりにあるということです。また、有効出力抽出範囲についても、中間ノードを追加することで、その範囲が増加しました。このことを頭に入れておいていただけますでしょうか。その上で解析結果について説明してまいります。まず、いわゆるアウトプットレポートについて、中間ノードがない場合とある場合を比較しながら見てまいりましょう。左側が中間ノードなしの場合、右側が中間ノードありの場合、それらの中間には解析結果値の増減率を示しています。なお、比較を容易にするために追加した中間ノードにおける値は省略しています。まず、こちらは加速度になります。ここでは小数点以下を非表示としています。サポートの少ない最初の直線ラインに来ました。半軸直角方向である。YZ 方向の増加幅が大きいことが分かります。入稿出力が増えたことで、固有振動数が下がり、売れやすくなったことが見て取れます。最大で 12% 程度増加していることが分かります。ここで X 方向の増加幅が小さいのは、アンカーで半軸方向が拘束されているためです。次に変異です。ここでは回転方向の変異を省略しています。やはりサポートの少ない最初の直線ラインにおける YZ 方向の増加幅が大きいことがわかります。X 方向は半軸方向を拘束しているため、増減率はゼロとなっております。同じく変異の説明になりますが、視覚的にイメージしやすいように、Y 方向変異についてグラフ化したものがこちらになります。横軸に配管の長さ、縦軸に変異量を表しております。赤い矢印がガイドサポートの位置を示しています。最初の直線ラインにおける変異差が大きいことがお分かりいただけるかと思います。加速度と同様に、有効出力が増えたことで固有振動数が下がり、売れやすくなったことが分かります。続いて反力です。上側に力、下側にモーメントを示しています。どちらも最初のアンカー点の方が次のガイドサポートよりも増加幅が大きくなっています。これは先ほどご説明したポイント。すなわち、ガイドサポート付近にはバルブや曲がり点があって、もともとノードがそれなりにあったのと比較し、アンカー点付近には全くノードがなかったことが影響しています。その部分にノードが追加されたことで、アンカー点における反力増加が顕著に現れたというわけです。アウトプットレポートに関する最後は、応力度になります。ここでは、周方向応力度は省略しています。合成応力度に着目しますと、最初のアンカー点の応力度がかなり増加していることが見てきます。もうお分かりになると思いますが、アンカー点近傍における有効出力の増加幅が大きいことが理由です。また、アンカー点で回転も拘束されているため、投げ応力が集中することも理由の一つと考えられます。解析結果の最後は、アウトプットレポートとは異なる別ファイルになります。先ほど、解析設定のところで、プリントモーダルリゾルツにチェックがついていれば、各モードにおける応答値が MOD というファイル形式で算出されると申し上げました。ここでは当該ファイルをメモ帳で開いたものを一部切り取って表示しております。少々見づらくて恐縮ではありますが、変異、不在力、加速度、それぞれについてモードごとに応答値が算出されていることがお分かりいただけると思います。ここでは、スライドの都合上、誤字モードまで表示させております。なお、オートパイプでは、高速点作用力、応力度については、モードごとの応答値が算出できないため、
それらにつきましては、一つ前にご説明したアウトプットレポートに表示されている構成値を参照していただくことになります。こちらで本日のセミナーでご説明することは以上となりますが、最後にご説明した内容をまとめたいと思います。1. オートスペクトル解析を行う前に固有値解析が必要です。2. 固有値解析結果は主要なモードが抽出されているかどうかに着目します。3. 高速点が負担する質量は有効質量としてカウントされないことに注意してください。4. 有効質量比を 100% に近づけるため、高速点間に中間濃度を追加してください。5. オートスペクトルは一失点系の各周期に対する最大応答値をプロットしています。6. 中間濃度の有無により、すべての応答値、加速度、変異、弾力、応力度が変化します。7. 変異、不在力、加速度については、合成値と合わせ、各モードにおける応答値を確認できます。一方で、高速点作用力、応力度については、合成値のみ確認できます。最後にこの場をお借りして告知させていただきたいことがございます。コロナ禍でまだどうなるか分かりませんが、今年の12月1日と2日の2日間、シンガポールで開催されるアジアアースクエイクエキスポに我々ライズ構造設計が出展することが決まっております。この展示会はアジアに限らず欧米諸国からも多くの企業が出展し、世界各国から関係者が集まります。この場を利用して、日本の高い耐震技術を広く、強くアピールしてまいりたいと考えています。開催期間の前後で、弊社ホームページや Facebook、LinkedIn 上で、より詳しい情報を発信する予定ですので、ご興味がありましたら、ぜひ覗いてみてください。これで、本ウェビナーを終了させていただきたいと思いますが、このような機会をご用意いただいたベントレーシステムズの皆様、また日頃よりサポートしていただいている伊都中テクノソリューションズの皆様に、この場をお借りしてお礼申し上げたいと思います。最後になりましたが、本ウェビナーにご参加いただいた皆様、本日はご清聴くださり、誠にありがとうございました。